では自己紹介お願いします。はい、大阪で活動していますトンプソンカエルです。普段は、YouTube と Instagram で活動しています。YouTube では弾き語りした動画を投稿するのをメインにしていて、 Instagram では自分がライブする時の告知だったりインスタライブだったり、はい、で DM とかでファンの人と絡んだりとかを、よくしています。 DM 送ったら返してくれるんですか？返してます。すごい、はい、ちなみにそのトンプソンカエルっていう芸名ってどういう由来なんですか？これよく質問くるんですけど、はい、由来は自分の地元の友達にハーフの友達がいて、はい、でその子の名前をちょっと文字ってつけてます。中学校の時にから、うん、その例えばゲームだったり、はいはいはい、何かでこうニックネームとかつける時には必ず僕もうトンプソンカエルって名前をつけていて、その流れでこうつけさせてもらったっていう。ゲームの流れで YouTube やる時に名前つけんとあかんからみたいな感じで。そうです、そうです。なるほどね、はい。それではカエルさんの音楽のルーツを、はい、ちょっと幼少期から、はい、できるだけ詳しくお話ししていただきたいんですけれども。わかりました、はい。まず僕は幼稚園の時から、うん、多分小学校低学年ぐらいまでずっと母が車で流してた音楽をよく聴いてて、はい、それを全部覚えて歌うっていうのが好きだったんですよ、はいはい、でそのアーティストは特にクレバとシーモなんですけど、よくそれを覚えて歌ってて、うん、でそっから中学校でやっとカラオケがその自分たちだけで行けるっていうのになって、うん、ほぼ毎週のようにもう友達とカラオケに行ってましたね、はいはい、その時は、世界の終わりとトリプル A をよく歌ってました、うんうん。高校入る前に中学校で野球部を引退して、高校入るまでの間に僕の友達がギターをしていて、はいはい、でそれかっこいいなと思って自分も始めてみようと思って、うん、自分で中古でギターを買って、だからその高校入る前にギターは始めました。なるほど、はい、そのタイミングということですね。そのタイミングで始めて、はい、で僕軽音部に入ったんですけど、うん、でその軽音部に入ったきっかけっていうのが、その高校入った時の芸術科目なんですけど、そこで美術と音楽と書道って選べて、はいはい、で僕はその第一希望音楽、第二希望美術にして、第一希望の音楽をすごい細かくこう音楽が好きだからギターをされたいからみたいなこう書いて、で次の美術にはなんか絵が好きだからぐらいの書いてたんですけど、だからもう僕の中では音楽で通る気満々だったんですけど、情熱込めて書いたんです。情熱込めて書いたんですけどなぜか美術にされてしまって、はい、ああなるほどね。そうなんですよ。で音楽にしたのも、まあ、歌が好きとかでもあるんですけど、ただ、うん、そのギターを高校入る前に始めてたんで、うん、まあ、どっかでギターを触りたいなと思って、はいはいはい、で音楽選べたらその音楽の授業の中でギターに触れる機会があったんで、うん、でもしも音楽取れてたら僕は多分運動部に入ろうかなとか思ってたんで。あ、なるほどね。野球部とか。そう、野球部は多分もう入ってなかったと思う。あ、そうなんですか。入るならバドミントンかバトやってたと思います、はい、で音楽じゃなくて美術になったんで、じゃあ軽音しかないっていうので、どうしても音楽触れたいと思って。そうですね、はいはいはい、で軽音楽部に入りました。なるほど、はい、で最初の体験入部とか、うん、その入ってからとかもそうなんですけど、で僕その歌うのが好きだったんで、うん、ボーカルで入りたいなと思って、その軽音部ならだからボーカルで入ったんで、はいはい、だからその歌には多少自信があったんですよ、はいはい、でギターにしてもその高校入る前からちょっとだけやってたんで、うん、例えばメジャーなコード C とか、うん、D、G とかは抑えれてて、うん、だからその基礎練っていうか、その先輩方がだいたい初心者の子ばっ、高校から始める人らばっかりみんな初心者なんで、例えばこう C をはこうやって押さえるんですよみたいな、うん、してる時に僕はもう堂々と C を押さえてたりとか、はいはいはい、俺弾けんぞみたいな、あ、そう、俺弾けんぞみたいな感じになってて、はいはいはい、ベースはなんかドレミファソラシドみたいな、うん、確かやったんですけど、それもめっちゃゆっくりですけど多分できてて、はいはい、ドラムに関しては小学校の頃にドラムセットが学校に置いてあって、はいはい、よく休み時間とか
もう走っていって叩いたりとかしてて、そのまあ基本的な8ビートとかちょっと複雑なフレーズとかはまあ叩けてて、はいはい、っていうので僕はもう調子乗ってたんですよ多分、うん、っていうので先輩とかに最初結構嫌われてて、はい、あ、そうなんですか。はい、結構嫌われてたんですよ。あ、最初ちょっとかましすぎて、かましすぎてそれは確かに今多分僕が先輩の立場でそういう後輩入ってきたら、はいはい、確かに腹立つなって思うんですよ。はい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 。それからどう仲良くなれたっていうのは、うん、僕のデビューライブとかの時のバンドなんですけど。デビューライブって何ですか。あ、デビューライブはその軽音楽部に入って最初に1年生が初めてするライブを、うんうんうん、まあ、デビューライブ。文化祭とは違うんですか。文化祭はその後にあるんですよ。そのサマーライブ、夏ぐらいにサマーライブって言ってあるんで、それの時のバンドですね、うんうんうん、がデビューライブだったんですけど、うんうん、デビューライブで、自分も最初はギターなしでボーカルだけだったんですけど、はいはい、自分もそのギターボーカルをすることになって急遽。あ、そうなんですね、はいはい、なって、でその初めてのデビューライブでギターボーカルをして、はい、1年生で、そうですね、はいはいはい、でその時に結構急遽だったんで、先輩とかから教えてもらわないと多分ダメだったん で、はいはい、その教えてもらうとかのきっかけで多分なんか調子乗ってただけの自分じゃなくて、その、まあ、本来っていうかの自分みたいなところを多分見てもらえて、はいはい、っていうのでだんだん打ち解けていったんですよ、はいはいはい。そこから文化祭ライブってあるんですけど、そことかではもう先輩とバンドを組ましてもらったりとか、自分がボーカルで、はいはい、っていうのをしていて、うん、仲良くしてもらっておったと。はい、で仲良くしてもらった。調子乗りの1年が、調子乗りの1年が仲良く、ちょっとこびれるようになって、ね、こびれるようになって仲良くしてもらって、はい、で僕の軽音楽部はその大きな大会に毎年出てて、はい、でそれが We Are Sneaker Ages っていう大会なんですけど、はいはい、そこはバンドの大会だけじゃなくて高校として出るんで、はいはい、そのバンドで出てない人らも応援団みたいな感じでポンポン振って参加するんですよ、はいはい、っていう、だからその学校で対決するみたいな感じの。そって、はい、結構有名な大会なんですか。軽音楽部だったら有名だと思います。全国的な大会ですか。全国的ですね。っていうのに出てて、で高2になった時に代々その高校2年生がそのスニーカー芸術 の、 そのメインみたいな。あ、そうなんですね。感じだって、でやっぱオーディションがあって。オーディションっていうのは、そのボーカルのオーディションです。僕の同期は3人いて。あ、校内でってこと。あ、校内でです。あ、なるほど、はい、校内で誰が歌うかみたいな。あ、そうですね、その軽音楽部の出場するにあたって、はい、誰が歌うかみたいな。あ、そうですね。あ、なるほどね。その僕の同期のボーカル3人、僕合わせて3人いて、うんうん、女の子1人ともう1人男の子がいて、はい、3人で勝負をして、まあ、それぞれ歌い終わって、うん、その歌った課題曲は、うん、あの中島みゆきの糸なんですけど。あ、みんな同じ歌歌わないといけないですか。あ、そうですね、はいはい、で結果が見事僕が受からせてもらって。あ、そうなんですね、はい、でその次の僕の代のスニーカーエイジーズのボーカルのメインボーカルになったんですけど、僕の代ではそのスニーカーエイジーズは出なかったんですよ。なんで？で、これ勝ったのに。そうなんですよ、まあ、今となったら結構後悔はしてるんですけど、うん、やっぱり出たかったなっていう、うん、当時その僕らの高校はそのスニーカーエイジーズっていう大会は大編成バンドで、はいはい、ギターとボーカルとドラムとベースの4人だけじゃなくて、プラスでパーカッションだったりキーボードだったり、はいはいはい、そういろんなパートが増えての大編成バンドなんですけど、そこで僕らの高校でそのまずキーボードパートがいなくて。あ、そうなんですね、はいはい、はい、でなった時にやっぱそのスニーカーエイジーズっていう大会はキーボードパートが多分もうほぼ確定ぐらいで必要なんですよ。なくてもいいんですけど、うん、まあ、ないとその、まあ、グルーヴ感というか、はいはいはい、っていうのが足りなくなるしっていうので必要だったんですけど、うん、である一人の子が多分キーボードが絶対に必要な大会で、うん、
キーボードパートがいない軽音楽部で、うん、それに出るのはどうなんだみたいな、はい、無理やりして出るのはどうなんだ、そうですね、という疑問に持った子がいて、はいはい、僕はそのボーカルで受かったし、だからそれでちょっと満足してたところもあって、あ、そういうことですか、はい、まあ、多分本当だったら多分いやなんで出ようやってなってると思うんですけど、多分それがあって、まあ確かにそうやなみたいな、キーボードおらんのに出んのもなみたいになって、うん、部員のその僕らの同期はみんなでそういう話し合いになってなったんですけど、まあそれも顧問の先生とかその2校上の馬優勝だったりとか、うん、1校上の軽音楽部の先輩たち、うん、全員からこう一言ずつとかで結構止められたりしたんですけど、うん、それでも なぜか僕たち折れずに出ないっていう決断をして、うん、でだからその僕がそのスニーカーエイジに出る機会はなくなったんですけど、はいはい、っていう2年生を過ごして、はい、で3年生に上がって、うん、僕が引退するときに引退ライブがあるんですけど、はい、2年生が3年生に2年生だけのバンドで送る曲で、この3年生がみんなにこう後輩とかに向けて送る曲っていうのをそれぞれこう代々やってたんですけど、はいはい、で僕たちの代は SMAP の世界に一つだけの花を演奏したんですけど、はいはい、そのボーカル3人いるんで、うん、3人でこう割り割ったんですけど、うん、一番トップバッターやったんですよ、はい、でトップバッターで最初の花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた人それぞれ好みはあるけどどれもみんな綺麗だねっていうところのパートやったんですけど、はい、その人それぞれ好みはあるけどどれもみんなぐらいで泣いちゃって半分ぐらいでほんまにもう最初の序盤も序盤で泣いちゃって、しかもその後も終始泣いてるの俺だけやったんですよ、自分だけで、はい、自分だけもうほんま序盤で号泣して、はいはい、なんかもう一人だけ泣きながらずっと歌ってたんですけど、ほんだらそれを見てても後輩とかも泣いてくれて、なんかめっちゃ青春っすね、まあ、そうですね、青春やけどもちょっと恥ずかしいエピソードもあるんですけど、はいはい、っていうのが高校生活でしたね。まあ高校はほぼもう軽音の思い出みたいな、まあ、そうですね、うんうん、もう高校の青春は全て自分の軽音楽部に置いてきました。なるほど、はい、めっちゃかっこよく言うよめっちゃかっこいいやん。ちなみにその高校の間はギターってどれぐらい触ってたんですか、はい、ギターはほぼ毎日触ってましたね。あ、じゃあもうその高校時代3年間で結構ギター上手くなってたって感じですか。まあ、そうですね、結構上手くなったと思います。うん、なるほどね、はい、最初の1年でが結構ずっと触ってたなと思って、はい、なるほど、はい、で高校卒業してそっから、はい、そこで卒業して、うん、進学するか、うん、就職するかっていうところなんですけど、はい、進学するなら僕と勉強は嫌だったんで、音楽の嫌ってどういうことですか。あ、嫌いなんでシンプルに勉強が苦手って、苦手ってシンプルに苦手なんでそういうことそうなんですよ、はいはい、なんでだからその音楽の専門に行こうかって悩んでたんですけど、はいはい、で高2から高3の初めぐらいまではもう絶対行くぞっていう感じだったんですけど、はいはい、いざちゃんと決断しなあかんってなった時に、うん、音楽の専門ってやっぱ先生たちから止められるんですよ、うん、その止められるのもその音楽の専門に行ったところでデビューできるわけでもないし絶対に、うん、で就職するってなっても音楽についてしかこう学んでないから他のやつ行かせたりもするかもしれないですけど、まあ、なかなか就職も難しいみたいなことを言われてて、はいはい、めっちゃ自信があったわけではなかったので、はいはい、でそのデビューできるかって言われたら、うん、いやみたいな感じだったんで、うん、でボーカルっていうのは多分その僕は元から持ってるものがあると思ってて、その声質だったりとか変えられないものが、はいはいはい、あるって思ってるので、だからでもギターとかベースドラムだったら誰が弾いても同じ音とかになったりとか、うん、でそれこそボーカルも練習したらそれだけ上手くなっていくとは思うんですけど、うん、まあ、ギターとかに比べるとやっぱり限界があるのかなとか思ったりしてて、はいはい、うん、まあ、今後音楽活動していきたいにしろやっぱお金が必要になるんで、うん、でそうなったら
その就職してお金を貯めつつ音楽活動がしたいであれば、うん、まあ、ボイトレにないしそういうところでそのギターを買ったりとか、うん、そういうのもやっぱお金が必要なんで就職しながらお金を貯めてそういう活動とかがまだやりたければ、うん、就職してから、まあ、そういうことをしようかなっていうのを考えてました。はいはい、それで就職を選んだと。はい、はいはい、それで就職を、はい、選びました。でそれから、まあ、音楽はそのギター弾いたりとか、うん、まあ、一人で弾き語りしたりとか、うん、それぐらいで高校とかに比べたら全然音楽と向き合ってる時間が減って、うん、まあ、それこそ仕事がメインになってて、はいはい、でそんな中で、まあ、一本の動画に出たのが、まあ、きっかけで。例のやつですか？例のやつですね。例のやつちょっと説明してもらっていいですか？その例のやつっていうのがそのアンダーザガンっていうそのチャンネルで YouTube のチャンネル、ね、YouTube チャンネルで、はい、やられてる方がいて、その方たちはなんかその路上にギター設置してみたみたいな動画を出してる人たちで、はいはい、アンダーザガンさんの動画に出たのがきっかけで、はいはい、でそこから音楽に対して の, その熱っていうのがこう爆発みたいなのしてきて、はいはい、ちなみにそれっていつ出られたんですか？はい、今年の3月ぐらいですね。っていうことは就職してからいつ、1年後ぐらい、はい、あ、なるほどですね。でそれに出て今、はい、現在あの動画って結構回ってますね。100万ちょいぐらい再生されてます。カエル君がサムネになっててね。あ、そうです。僕が弾いてるみたいな、はい、サムネにされてもさせてもらってます。なるほど。ほんまに出るんかなみたいな、はいはい、チェックしてたら1週間ぐらいに出て、しかもサムネやみたいな感じで、はいはい、ほんならそのコメント欄とか見たら、はい、その僕一番目最初だったんですけど、はいはい、その一人目の人がいいみたいな感じのコメント結構あって、めっちゃ嬉しいなと思って、はい、嬉しいですねそれ、はい、でそっからほんますぐにそのライフハックっていう曲歌ったんですけど、はいはい、そのライフハックの動画を自分で撮って、うん、ですぐ投稿して、でトンプソン帰るっていうチャンネルを作って、はいはい、でアンダーザガンさんのその動画のコメント欄に残して、はいはい、でそれと同時にインスタグラムも開設して、うんうん、そのアンダーザガンさんのコメントから自分のチャンネル飛んできてくれて、で自分の動画見てくれたらその概要欄とかに自分のインスタ貼っててそこに来てくれてみたいな感じですね。で現在はあのインスタライブとかしたり、うん、あとはライブ活動ですね。で今後の目標というか活動ってどういうことされる予定なんですかね？今後はそのライブ活動をずっと続けていきたくて、はいはい、であとは自分のまだオリジナル曲っていうのを持ってなくて、はい、でそれを作って、うん、あとはそのミュージックビデオとかも作りたいなとか思ってたりですね。なるほど、はい、まあ、これからあのカエルさんの活動注目という感じですね。お願いします。これがカエルさんの音楽のルーツでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。